誕生日だろ。僕は気遣いの達人だから当然君の欲しいものなんて知ってるんだわ。じゃじゃーん、ほーら、去年1年分の君のいいこと絵日記と来年1年分のこうなったらいい絵日記だ。また1年後答え合わせしようね、マスター。え、ハベニャン本人の絵日記はないのかって。やだな、自分が主役の物語とか書くの恥ずかしいだろう。